ついに ZSF はテロリストをここに追い詰めた。彼らは気の毒だったと思う。まだ生きてたのか。残念、死んでる方に100ドルかけちまった。スペシャリストのピーター・マレッティだ。お前の持つ超人的な力への理解を深めてくれる。いいか、まだパズルは完成していない。奴らが列車に爆弾を仕掛けた方法だ。言っておくが、これが済んだら100ドル返せよ。本題に戻ろう。知っての通り、ブラックオプスは試験段階にある最新兵器も使用できる。銃は戦闘における武器の選択肢だ。DNI があれば、精神こそが最も強力な武器だ。痛めつけてやれ。お前は新たなサイバーアビリティを見つけた。イモレーションだ。前方の敵で試してみろ。悪くないぞ、新人。その調子だ。奴らを焼き払うんだろ。
きになりそうだ。奴らはスモークグレネードを使っている。スモークや暗闇など視界が悪い時には EV に切り替える。どうだ、もう暗闇でマスクする相手にビビる必要はない。よくやった。変える見込みはありそうだ。
悪くないぞ、新人。見込みはありそうだ。
が好きになるぞ。いい腕だ相棒。あのドアにアクセスしてくれ。